やりますね、じゃあ。お、来た。おはじめました。あ、じゃあ、急に来たな。じゃあ、じゃあ、これ基本みんなボイスチャットミュートになるんで、こっからは。うわ、俺鬼じゃん。俺鬼なんだけど。あ、吉原さんと俺鬼だ。これ基本ね、ボイスチャットないバージョンでやるのが前提らしいんで。で、殺した時と、あと真ん中、ここになんか通報用のボタンがあるらしいんだけど、そこを押した時だけ喋るらしい。で、鬼じゃない側はなんかいろいろミッションがあるんだけど、このミッションを達成して、これ宇宙空間にいるんだけど、この宇宙船を修理して脱出するってのが目的らしい。で、鬼はそのミッションを妨害して脱出させない。よし、ヤマト殺しました。で、殺した時に通報ボタンがその人の上に出んのね。そこで通報されたらあれなんですよ、やばいと。で、ミッションやってる人たちはこういうとこでね、ぼったちになってるわけですよ。こんな感じね。だから鬼もここでぼったちしとけばバレないわけ、やってるフリーズしとく。で、鬼も一応通報はできる、死体見つけた。でも今ヤマトモさん倒してめちゃくちゃ時間経ってるから多分バレない、誰にも見られてないし。で、鬼だけこのハッチに入れる。でも、このハッチ入れるのは鬼だけだから、ハッチ入るとことか出るとこ見られたらもう鬼ってそこバレちゃうから。そう、ヤマトモさん死ない、誰も通報しねえのかよ。で、これさ、ボイスチャットないからさ、みんな何やってっか分かんないわけよ。ゲンだけど、マジで。これね、視界が通ってんだよ。誰か一人になればね、殺せんだけどね。なんで誰も通報しねえんだ、これ。なんか怪しまれてんな、めちゃくちゃ。なんかめちゃくちゃ怪しまれてない、これ。シオリン殺せそうだな。ヤマトンさんの死体があったんだけど。誰誰よくもともと目の前で反抗したな。よしこさん、もうできた、嘘、できた、そこで嘘つくんすか。いや、どっちどっちどっちが本当なの。今あのスペースも下にいたやん。え、スペースさん、じゃあ、え、いや俺途中からいなくなって、確か途中ネルさんとしおりんさんだっけ、ネルさんとしおりんさんと一緒にいて、その後一人であのタスクこなそうとしたんだけど、うん、多分吉原さん見てないと思うんで。いや、関さんいたよ。はい、関さんが明らかにとかさ、どっちが本当だよ。じゃあ俺と社会人がずっと一緒に動いてたら見た人いる？スパイヤ見ただろ。いや俺はだって、いや俺ネルさんと、キロ範囲わかんないけど、多分関さん釈迦さん殺せる範囲にいたと思うよ。あのキロ範囲、まあ、どこまでのキロ範囲かをちょっと初めてだからよくわからんけど。いや、そもそもどこかで2人死んだか分かんない、ね、あの距離で殺せるの関さんだけだった。いや、それ一緒の部屋にいたじゃん。それ言ったら吉原さんもそうじゃん。俺ちょうど入ってきた時にさ、いきなりなんか、うんうん、
釈迦さんも半分になったから。よくも言えたもんだな。よくやれ。いやいやいや、怪しいな。どっちも怪しいな、でもなんか。これでもさ、次様子見るってのもありでしょ、これ。投票しないで。それでもいいんじゃないの？どっちか。これさ、2人見張ってよ。これ2人見張ってよ。俺スキップするわ。じゃ誰が？あの距離でこのテンション。さよなら、さよならよしあれ。さよならよしあれ。宇宙に帰ってった。誰が？よっしゃ。おい、ちょっとあ、そうだ終わりだ。おい、俺だけじゃねえかよ。何やってんだよしあれさん。下手くそすぎかよ。下手くそすぎかよマジで。これさ、もうきつくないっすか？これなんかサボタージュでなんかできるって言ってたんだよな。どうすればいいんだろうこれ。やり方がわかんない。なんかね、妨害できるっぽいんだよね。できてたかな今。こんなになんか混戦してたら誰が殺してもわかんなそうだけどな。あー、もうちょっとどうすんのこれ。俺もう一人ってもう無理じゃない？なんか大学の前に生まれたんだけど、これ見た人なんか生まれた。なんか俺も見てた。俺見てた。俺も見てたけど。誰も見てないの。一つ一つ言うと、俺は上側に行ってたから、俺は絶対違うよ。うん。その場にいなかったから、まず。誰重なってたの、まず。俺、点数が黒だと思ってて、いきなり死んだからマジびっくりして。俺さ、ヨシアルをかばってたギアさん怪しいんだと思うんだけどね、こう、なんか。俺別にかばってなくない？え、なんかこれスキップしてもいいんじゃねみたいなこと言ってたじゃん。さっき。でもなんか様子見た方がいいんじゃないのって。スタイルシューブの可能性も悪くない？そうやって今スタイヤに疑いを向けたゲームが怪しい。怪しいよ。え、いや、まじ、ま、いやいやいや、おかしいおかしい、それはおかしい。いや、ギアさん、だって俺そこにいなかった今。いなかったって俺、そのサーバーの前でしょ。マジ？うん。いや、俺その場にいなかった、まずわかんない。ギアさん、いなかったっ。いや、いないよいないよ。俺横で見てたもん。嘘。うん。これ終わったら見てみる。じゃあ、まあ、とりあえず一つ言えるのは、関さんはヨシアル追放してちゃんとヨシアルあのインポスターって言ってたから、まあ狼なんだよ。そうね。だから俺はじゃあ白だね。さっきギアさんなんか関さんのこと怪しいって言ってなかった。しかもだってなんかすげえ白々しいようなタイプ取ってたじゃん。白々しい。だって俺もうその場にいなかったら分かんなかったからさ。まあ、とりあえずこれスキップしてもいいけど、どうする？まだ無理か。無理だよ。まあでもさすがに一応まあ一人残りで、あと一人死んでもまあいけるよまだ。そうか、じゃあ、とりあえず、うん、まあ、そうだね。ちょっと俺、ギアさん見てくよ。まあ、はい、じゃあ、スキップ。スキップね。はい、じゃあ、また。また、後ほど。ほら、わかんねえ。1回まで行けるってことだな、この作戦は。これ、ネルさん殺した方がいいな、次。こいつは早めにやっといた方がいい。どこで殺すかって話だな。なんだこれ、なんだこれ。あと何人残ってんだってか、こっち。やべえ、どこで仕掛けよう。こいつら常にマンツーマンで動きやがって。あ、やったな、勝ったんだけど。なんか勝ったんだけど。なんか勝っちゃったんだけど。時間制限時間。雑魚かな。雑魚か。雑魚かな。酸欠ってこと今の。そう、酸欠。でも一番。俺たちが負けたのか。
そう負けたのか俺たち。あれダメだね、手分けしないといかないとダメだね。一番雑魚なのは吉原さんだから。これむずいね。もうギアさんやんけ。いや俺完璧にスパイヤーだなと思って今マークしてたんだよな。あーそうか、時間切れ終わっちゃうんだな。あるね、これ急がないとダメだったね。ね、いやもう全員固まってたらやっぱ酸素とかやろう。